今から少しだけ見る。機動救急警察ハイパーレスキューは人知を超えた災害や事故、複雑多様化した犯罪に対応すべく、警察、消防、救急に特化したマシン、ドライブヘッドを開発した。絶体絶命のピンチを救うため、ドライブヘッドはあらゆる危険の中に取り込んでいく。事件発生、ゴーレスキュー。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。不思議の基地の霞、アリさん。へえ、前金で10万ドル成功したらもう10万ドル。仕事の依頼ですかい？どこのドイツが何企んでるかは知らないけれど、引き受けちゃうしかないわね。機動救急警察に一泡吹かせてやるわ。あちこち壊れてるし、あちこち壊しちゃったし、本部大丈夫なの？僕たちも何か手伝った方がよくありませんか？ドライブヘッドで修理できますけど。お前たちは心配するな。いつも通りに学校に行け。シモン君、頼むよ。はい。じゃあみんな、私たちは普通に学校へ行くわよ。ミコトちゃん。はーい。進化する未来、偉大なる神話への挑戦。時間と空間を超越した新構想未来都市、新たなる創世紀へ、バベルの塔プロジェクト。人類は再び神に近づいた。発信に問題はないから、ここは後にするか。ハードよりもソフト、プログラムを総チェックした方がいいですよね。弱 AI に一度乗っ取られてしまったからな。うん、本部のあちこちで不具合が残ったままです。ここもダメか。認証システムはダウンしたままです。どう？カメラのいくつかは作動していません。対人センサーもそうです。うちのセキュリティは今あちこちに穴があるってわけね。その分は人力でカバーしてますから。ドライブヘッドの運用に問題がなければいいけれど。あ、地下鉄環状線で事故発生。火災も発生している模様。大勢の乗客が地下に閉じ込められています。ドライブヘッド、全ドライバーに出動シグナル。おりゃ！火
すみちゃんどうしたの？朝からちょっと頭が痛くて。暑い。熱があるじゃない。そうかな。絶対あるって。保健室行く？こーい。おっ、うん、おー、何ぼーっとしてんだよ。僕保健室行ってくるから。私もゴー君と一緒に行ってくる。本田先生に伝えておいて。わかった。あれ、ゴー君保健室じゃないの？あれ？ドアロック解除。コックピットにエントリーしてください。ゴー君は保健室です。鼻血みたいです。かすみちゃんも保健室です。熱があるみたいです。そう、じゃあ授業を始めますね。誰かいませんか？誰かいませんか？地下鉄環状線で大規模な事故が起きました。機動救急警察ドライブヘッドが現在救助活動に入っています。ラッキーチャンス。張り込んでいた甲斐がありましたね。ここがドライブヘッドの格納庫っすか。情報通り、セキュリティシステムが機能していないようね。ここからは人の目をどうごまかすかい。あ、村方チーフさん。あ、すみません。子供がいるなんてな、意外でしたね。まさかセキュリティロボット。ロボット？ああいうデザインの。最近何でも作れやすからね。なわけないでしょ。え、機動救急警察の人ですか？そうよ。どうして学校にいるんですか？学校？ここ学校の地下ですよね。何言ってるんですかね。どこからそっち行けますか？あ、こっちには来られないのよ。構ってる場合じゃないから。え、どうなってるのこれ。誰かいませんか？トンネル内の火災は想定以上に広がっています。ファイヤートラックのサポートを要請します。よし、
ファイヤートラック出動。あ、ドライブヘッドのサポートビークル。ファイヤートラック発進。助けてくれたの？ここは機動救急警察のドライブヘッドの基地なの？なんで学校とつながっているの？誰かいないの？依頼は機動救急警察のメインサーバーにブラックチップを差し込んでコントロールすること。このトランスポーターはサーバーを通して遠隔操縦も可能ということは、つまりこれはサーバーの端末よ。ここから試してみるわ。じゃあ一応やるやつか。ここは？うん。こんにちは。誰かいませんか？あれ？ここってゴー君のお父さんのお部屋なの？うん。でもいないんだ。おっとっとっと。何か冷たい飲み物ないかな？うん。ダメだわ。うまくいかないっすね。こうなったらサーバー室に乗り込んで直接接続してやるわよ。に来ちゃったのかな。あ、謎の小娘。不親切な人。何か言った？いえ、機動救急警察の人なんですよね。そうだけど。本当に？本当よ。仕事仕事。何？どこから学校に戻れますか？さあ、他の人に聞いて。やっぱり不親切な人だ。ねえ、ここが機動救急警察ならサイクロンインターセプターには会えないの？これが夢ならそれでも構わない。お願い、サイクロンインターセプターに会わせて。瓦礫は全部取り除きました。車両を引き出します。慎重にな。よいしょっと。電子機器がダウンするとこういう時弱いわよね。確かに。お姉さん。静かに。宗像さん？違うでしょう。誰だろう。あなたたち。はい。何のんびりしてるの。ドライブヘッドが出動中なのよ。すみません。おお、逃げていきやがった。人間相手の時はね、いかにダウンさせるかよ。はあ、勉強になるやす。
すがは機動救急警察のメインサーバー室。ここのセキュリティはダウンしてないわね。任せてもらいやしょう。おー、ブリッツジェットファイター。すごいすごい。ねえ、どうやったら乗れるの？スイッチないかな。ブリッツジェットファイターの発進ゲートが勝手に作動しました。勝手にとは？こちらからは何の操作もしていません。格納庫で手動操作もできるが、一体誰が？カメラはダウンしたままです。ピット、本部のセキュリティの復旧を優先しろ。今稼働しているセキュリティシステムをチェックしてくれ。はい。格納庫に人員を派遣しよう。本部内のパトロールも強化だ。司令、セキュリティシステムに不審なアクセス反応。 A18 フロア。メインサーバー室だ。コードレッド発令。 A18 フロア。コードレッド、侵入者への緊急対処よ。まだ？もう少しでさ。宗像さん？いや、違うが。お疲れ様です。やりやしたよ。こいつが侵入者だ。待て。サーバー室はいいっすか？それどころじゃないわよ。直ちに非常隔壁で通路を閉鎖しろ。ダメです、サイオン寺司令、現在動きません。うちがこんな状況だと知っていて侵入したんだな。サーバー室は？確認しましたが、中には入られずに済みました。行って見てくる。火災は全て収まりました。乗客も全て避難しました。レスキュー作業全て完了。あとは私たちが引き受けます。よし、ドライブヘッドは全機帰還せよ。了解。地下鉄環状線の大規模な事故は、機動救急警察ドライブヘッドの活躍により救助が終わりました。ドライブヘッド各機が現場を後にしていきます。ここって最初の場所じゃない？ここで待ってればドライバーさんに会えるの？うん。そう、ちょっと疲れちゃったから。うん、ここで待ってる。誰なんだろう、あの人。何なのよ。
どうして？それはわからないけど、手伝って。あれ？ここが空いていたのに。ここ、ただのコンクリの床でしょ。急増の蓋なんだ。無茶しないで。ね、やっぱり夢だったのよ。そんな。夢だったのかな。なんとかごまかせたみたいだね。だけど、このままじゃかすみちゃんがかわいそうだ。やっぱりここは僕がドライブヘッドのドライバーだと打ち明けるべきだ。ゴー君、みんなの努力を無駄にしない。はい。なんて報告するんです。依頼通りブラックチップは刺しておいたから、あとはそっちでなんとかしてって。ものはいいよっすね。はい、終了。カメラに残っていた映像です。これが侵入者か。宗像チーフと同じ格好ですね。何のつもりかしら。何者で何が目的だったんだろうな。特定は捜査班に任せる。我々は本部の復旧に全力で当たろう。時間が始まるよ。リモコンでみんなの好きなドライブヘッドを選んでね。ミュージックスタート。いつだって一人じゃない。忘れちまえ嫌なこと。君なら絶対できる。世界なんて一つじゃない。寂しい時泣けばいい。明日はきっと晴れる。やばいやばい、どうしたんだ君。苦しい日々笑っちゃえばいい。諦めたい時も泣き出しそうな夜も、僕たちがいるから一人じゃない。一緒に歩こうと思うよ。常に繋がる心。どんな時も君の笑顔。守りたいから My friend。 いつだって一人じゃない。忘れちまえ嫌なこと。君なら絶対できる。世界なんて一つじゃない。おはようございます。笹川ゆりです。ドライブヘッドライン。今日は番組にいただいたお便りをご紹介します。山形県の誠くんからです。ありがとうございます。ドライブヘッドの活躍いつも楽しみにしています。ところで笹川アナウンサーはいつもメガネをしていますが、外したらどんな感じですか、ということです。じゃあ今日は特別に外しますね。いきますよ、せーの、こんな感じ。はい、OK です。ねちょっと CM 行くの早くない？私のメガネ外した顔、これ、これ。ベイフロントエリアの巨大物流倉庫で大規模火災が発生。トランスポーターガイアが暴走だって？コントロール不能。次回、暴走トランスポーターガイア、ゴーレスキュー。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。